酔いで目がとろん。元良い子のみんな元気か？あのビーストが帰ってきたぞ。ハリウッドの超大作映画だ。ワスピーターゴーストハリウッドだブン。楽しみだブン。ハチのワスピーター君、お久しぶりかま。メガ様、オツです。元気だった？今回映画に出れるってことで全身永久脱毛しましたブン。マジか。もうすね毛がツルツルだけど花粉がつかなくなっちゃって大変だブン。さっけ、いや俺様もさ、体なまっちゃってぶっちゃけお腹とかボヨヨンだったんだけどさ、ジムに3ヶ月通って今じゃ腹筋バキバキだよ。かっこいい。トムに甘けねえ。スタントなしでバリバリのアクションやっちゃうよ。崖からバイクで飛び降りちゃうよ。ちょっとお二人とも、あの張り切ってるとこ悪いんだけどさ。なんだよ。なんだ多分。久しぶりじゃん。あのね、もう収録終わっちゃったんだ。え？二人とも出番ないじゃん。やられた。マジかよ。いやマジマジ残念だったね。ネイルサロンも予約してある分。いや8に爪あんのかよ。なんだよね、なんでなんだよ。知らないじゃん。そっか、きっとさ、プロデューサーさんにお中元送ってなかったのがまずかったんだろうな。スティーブンとかマイケルに。いやそういう問題か。高いそうめんとか送っとくべきだったの。しまった、ベルギーチョコレートでも送っとけばよかったブン。時すでにお寿司残念だったね。あ、ラットルくん。いや何、ラットル君なんて改まっちゃってさ。君も出番ないじゃん。なんでなんで。知らないじゃん。なんでなんでだよ。なんでだブン。ヨエルたちが出ないビーストなんてビーストじゃないっしょ。そうだそうだ。そうだブン。なんかいろいろあったんじゃないの。うわ、一番腹立つ理由。ボクちゃん、野球部の後輩にムビチケ配っちゃったブン。そうだよ、俺様なんかよ、飲み屋で腹筋チラ見せして今度映画に出るからさ、なんて言いふらしちゃったんだよ。どうしてくれんだよ。あのさ、今これ映像流れてんだけど、みんな全然関係ないこと喋ってるじゃん。もうどうでもいいよ、この映像なんて。どうでもいいって。あれ、もうどうしたらいいのこれ。出てない、本当だ。ちゃんと宣伝しよう。あ、チーターいるね、みんな。今ちょこっとだけよ。なんで。まあとにかく見てくれじゃん。トランスフォーマービースト覚醒。だから見なくていいって。